オークレスは、Facebook 市会社の Facebook Technologies が開発する VR ハードウェア及びソフトウェア製品ブランド。2018年8月までは独立した企業であった。2012年7月にカリフォルニア州アーバインにて、パルマー・ラッキー、ブレンダー・イリベ、マイケル・アントノフ、ジャック・マッコーリー、及びネート・ミッチェルらによって設立された。2012年4月、 創立者の一人であるパルマー・ラッキーがビデオゲーム用に設計された VR ヘッドマウントディスプレイであるオクルス・リフトを発表したのがきっかけとなり同年8月には VR のデベロッパー向けにキックスターターキャンペーンを開始したこのキャンペーンは成功を収め当初の目標である25万ドルの10倍である240万ドルを調達しオクルス VRDK1 及び オクルス v r d k 2の2つの試作モデルが開発者にリリースされた。消費者向け製品は2016年3月28日にデザインが一新されてリリースされ、専用の VR ディスプレイ、立体音響、赤外線追跡システムを組み込んだオクルスリフトが発売された。2014年3月、20億ドルで同社を Facebook に売却することを CEO のマーク・ザッカーバーグと合意した。2015年、オクレス VR は、イギリスの MR スタートアップであった、サーリアルビジョン社を買収した。ザッカーバーグは、将来的には10億人に VR ヘッドセットを普及させることを掲げている。2015年11月には、同社は、サムスンと提携し、同社のスマホである、サムスンギャラクシーを差し込むことで、VR 体験ができる。 サムスンディア VR を開発発表した。2019年6月、オクルスはわずか2週間でオクルスクエスト向けに500万ドル相当のコンテンツを販売したことを発表した。オリジナルのオクルスリフト、オクルス VR がリリースした最初の消費者向け VR ヘッドセット。南カリフォルニア大学クリエイティブテクノロジー研究所のヘッドマウントディスプレイデザイナーだった。 パルマーラッキーは世界最大の HMD の個人コレクションを持つことで定評を得ており、メント 2B シーンの長年のモデレーターでもあった。MTBS のフォーラムを通じて現在マーケットに出回っているものよりも高機能かつゲーマーにとっても安価な新しい HMD のアイデアを思いつき、これを開発するためにパルマーはスケールフォームの共同設立者である。 ブレンダン・イリベとマイケル・アントノフ、ネイト・ミッチェル、アンドリュー・スコット・レイスセと共に、オクルス・ブ r ールを設立した。そして偶然にも MTBS のメンバーとして、HMD の開発に勤しんでいたパルマーの投稿が、FBS の生みの親とも言われ、同時期に独自で、HMD の研究を行っていた ID ソフトウェアの、ジョン D ・カーマックの目に留まったことをきっかけに、 パルマーの最初期のプロトタイプを気に入ったカーマックは12年のエレクトロニックエンターテイメントエキスポにおいて ID ソフトウェアは Doom3Doom3BFG エディションは将来的にヘッドマウントディスプレイ VR に対応することを発表した。そして実際の E3 の講演ではパルマラッキーが開発したプロトタイプをもとにダクトテープで仮構築された HMD で カーマック独自のソフトのデモを披露してみせた。このプロトタイプは高速 IM と5.6インチの LCD 目上に配置されたデュアルレンズが水平90度及び垂直110度の立体 3D 遠近感を実現できるものであった。カーマックは後に ID ソフトウェアを退職し、オクルス VR の最高技術責任者として採用された。 オクルス号のレンズ2012年6月に開催された E3 でのオクルスリフトプロトタイプのデモの後、2012年8月1日に同社はさらなる開発を目標としたキックスターターキャンペーンを発表。オクルス VR はオクルスリフトの開発者キットバージョンをキックスターターで300ドル以上を支援した方へ提供するとした。また、 当初は2012年の12月に発送するとしていた。また275ドル以上の支援に対して、100個限定で、組み立て前になるものの、1ヶ月早く、送るスリフトのプロトタイプキットを手に入れられるプランも、存在していた。当初は、どちらのプランも Doom3BFG エディションを同梱する、予定だったが、当初の送るスリフト側のサポートが、予定までに準備できていなかったため、 補填として代わりにスティームまたはオクルスストアの割引券を提供した。キックスターターの発表後わずか4時間以内にオクルスは予定していた資金調達額である25万ドルを達成し36時間後に100万ドルを超え最終的には243万7429ドルの調達を達成した。2013年12月12日にマーグ・リーセンが 彼の会社であるアンドレソン・ホロビッツが、オクルス VR 社の7500万ドルのシリーズ B 資金調達を主導した際に、同社の取締役会に加わった。最終的に、オクルス VR は、クラウドファンディングを通じて240万ドルに加え、それ以外の資金調達においても9100万ドルを調達することに成功した。オクルス VR が、 まだ開発者向けのプロトタイプをリリースするのみだったにも、かかわらず、2014年3月25日に、マーク・ザッカーバーグは、Facebook は、オクルス VR を、規制当局の承認が下り次第、20億ドルで買収すると発表した。この取引では、4億ドルの現金と16億ドル相当の2310万、もの普通株、さらに一定程度の目標に達した場合に3億ドルが、 追加して支払われる契約となっていた。この発表は非常に大きな衝撃を持って受け入れられ、一部の支持者からは買収がクラウドファンディングで示された独立性と反するとして反対された。キックスターター支援者やマインクラフトの開発者であるマルクス、ペルソンのようなゲーム業界の人物は、オクルス VR の Facebook への売却を批判した。 一方で2014年3月28日にはマイケル・アブラッシュがチーフサイエンティストとして入社したことが発表された。2015年1月現在、オクルス VR 本社はカリフォルニア州アーバインから Facebook の本社があるカリフォルニア州メンロパークに移転。オクルスは移転はシリコンバレーに近い従業員のためだとしている。2014年にはサムスン電子と提携し、 当時開発中だったリフトが成功した後にギアブヤールの開発を開始した。2014年から2015年の間に2つのイノベーターエディションズが開発、製造、販売された。イノベーターエディションズではサムスンのギャラクシーノート4が使用された。2015年11月20日に消費者向けのギアブヤールが一般公開され最初の出荷時に完売した。 使用できるスマートフォンは当初サムスンギャラクシーノート後、サムスンギャラクシー S6、サムスンギャラクシー S6H、サムスンギャラクシー S6H の4つだったが後に、サムスンギャラクシー S7、サムスンギャラクシー S7H が追加された。2015年5月、オクルスは 3D マッピングと拡張現実にたける英国の会社サーリアルビジョンを買収。報道では、 サーリアルビジョンの買収によって、オクレスの製品にマイクロソフトが発表していたホロレンズのような複合現実技術を実装できるとし、あたかも誰かと対面で話しているかのように、錯覚させるテレプレゼンスを可能にするとしていた。2016年12月28日、メディアは、オクレスの親会社であったフェイスブックインクが、デンマークのスタートアップである、 ザアイトライブを非公開で買収したと報じた。同社は、アイトラッキング技術を提供し、ユーザーが見ている、箇所の中心部のみ高解像度でレンダリングする、フォービエーテッドレンダリング技術を開発していた。この技術により、HMD のユーザーエクスペリエンスを向上させるために使用され、中心部以外の解像度を落とすことで、描画処理を落とすことでより高度なグラフィックや体験を、 行うことが可能になる。2018年9月、o c ル u VR は Facebook にて新しく編成された Facebook Technologies の部門として加わることになる。また、Facebook は2018年8月にカリフォルニア州バーリンゲームにあるバーリンゲームポイントキャンパス全体をリースするための交渉に入ったと発表した。リースは2018年後半に実行され、 現存インベストメントグループの子会社であるキリが所有するサイトは2020年までに完成するとされている。オクルスは開発が完了次第バーリンゲームポイントに移動する予定である。2019年8月13日、オクルスの共同設立者で製品の副社長であるネイト・ミッチェルが退職を発表した。Facebook がオクルス VR を買収した後、 ID ソフトウェアの親会社であり、ジョン・カーマックをかつて雇用していたゼナマックスメディアは、カーマックが ID ソフトウェアからオクルスへの移行にした際に、オクルスリフトに関連する知的財産の窃盗があったとして、オクルスに対する法的措置を求め、訴えを起こした。ゼナマックスとオクルス裁判は、テキサス州北部地区連邦地方裁判所の陪審裁判で審理され、 カーマックがゼナマックスのコードを投用して、オクルスリフトのソフトウェア開発に使用し、ゼナマックスとの主秘義無契約に違反したとして評決が下された。ゼナマックスは氷決で5億ドルを獲得し、ゼナマックスとオクルスの両者は、さらなる訴訟を進めている。2015年11月に、オクルス VR はサムスンと提携し、サムスンギア VR を発売。 オクルスコネクト2018で、ザッカーバーグは、オクルスリフト、オクルスゴー、およびオクルスクエストの3製品が、同社の第一世代の製品であると発表した。またこれらの次の製品は、オクルスの次の世代の技術を搭載したものとされる。オクルスリフトリサーチショーケースで装着されている、オクルスリフト DK にオクルス VR が最初に開発、発売した。 バーチャルリアリティ用のヘッドマウントディスプレイ。最初のオクルスリフトデベロップメントキット1の先行予約は2012年9月26日からオクルス VR のウェブサイトを通じて行われ300ドルのオクルスリフト DK1 は初日の1分間に4から5個のペースで販売された。また、オクルスは2014年3月に GDC で オクルスデベロップメントキット2を発表し、二千十四年七月に出荷を開始するとした。二千十六年一月の c e s 二千十六で、オクルスは三月二十八日にオクルスリフトを消費者に向けて五百九十九ドルで二十カ国の顧客への販売を開始すると発表した。二千十六年一月にはこれまでの支援への返礼として、オクルスは消費者向けのオクルスが、 一般販売される前に2012年のキックスターターのプロジェクトを支援した6855人に特別版のオクルスリフトを提供すると発表。2016年12月6日にはオクルスリフトの周辺機器としてモーションコントローラーであるオクルスタッチが199ドルで正式に発売された。タッチモーションコントローラー発売時までには53ものゲームが オクルスタッチに対応していた。オクルスリフトイヤホンズも2016年12月6日に49ドルで販売を開始した。2017年10月11日にオクルスはアメリカにおけるオクルスリフトタッチをバンドルしたセット価格を399ドルに引き下げた。2017年と2018年にオクルスリフトは VR デバイスの出荷数で h t c ビブを超え、 ソニーのプレイステーション VR の出荷数に次いで2番目の地位を築いた。オクルス号オクルス号2017年10月11日、オクルスは、オクルス初のスタンドアロン VR ヘッドセットである、オクルス号を発表。オクルスは、米国の大手ソック設計者であるクアルコムと、中国最大のスマートフォンメーカーであるシャオミとの提携により、オクルス号を開発した。は、 オクルスと提携し、中国市場に向けて、オクルス号をリブランドしたシャオミミ VR と呼ばれるヘッドセットを発売した。オクルス号は、サムスンギア VR やグーグルのデイドリームのように、HMD を PC に接続したりスマホを差し込む必要がなく、特別なゲームシステムを必要もしないスタンドアローンと言われるタイプの HMD である。HMD には、 5.5インチ 2560X1440 解像度ディスプレイ、高品質、フレネルレンズとクアルコムのスナップドラゴン821プロセッサが搭載されている。アキアラス後は3自由度の計測ができる HMD と3デュフコントローラーが同梱されている。また、 オクルス Go にはストレージに合わせて2モデル発売され、32GB モデルは199ドル、64GB モデルは249ドルに設定されている。ヘッドセットには2つの立体音響スピーカーを備えたサラウンドサウンドが内蔵されており、ヘッドホン用の 3.5mm ヘッドホンジャックが備え付けられている。Go はメガネを付けたまま着用できるが、 ゴーはヘッドセットに適合するサードパーティー製の VR レンズを79.99ドルで提供している。公式の販売数は発表されていないものの IDC によるとオクルスゴーとシャオミミ VR は2018年第3四半期に25万台を売り上げているとされる。2019年1月に市場分析会社のスパーだタはオクルスゴーは その発売から合計100万台以上を販売したとの推定を出している。ジョン・ディ・カーマックは2018年のオクルス・コネクト開発者カンファレンスでの基調講演で Go の保持率がリフトの保持率と並ぶほど高いことを明らかにしている。カーマックはまた翻訳などのデバイスの地域化サポートが不足しており、同社が特に日本市場に対応していないにもかかわらず、 ゴーは日本で特に成功を収めていると発表している。オクルスリフト S2019 年3月20日に、オクルス VR は新しい HMDE として、オクルスリフト S を発表した。2019年3月20日に、元のリフトと同じく価格である400ドルで発売された、オクルスリフトの後継機であるリフト S は、元のリフトと同じく PC に接続する接続型であり、 リフトと同じコンテンツを利用できる。HMD の構造自体は一新され、従来の外にセンサーを配置する必要のあったアウトサイドイン形式から HMD 単体で自己位置推定が行えるインサイドアウト形式へ変更され、コントローラーの改良が加わり、オクルスクエストと同一のコントローラーを使用している。オクルスクエスト2018年9月26日に、 オクルス VR はスタンドアローンでありながら接続型の HMD と同じ 6DUF の HMD とコントローラーを使用できるオクルスクエストを発表し2019年5月21日から発売が開始されたオクルスクエストはオクルスリフト S と同じオクルスタッチモーションコントローラーを使用し目当たり 1600X1440 の解像度のディスプレイと ユーザーの動行間距離に合わせてレンズ間隔を調整するアイップド調整機構が追加された。Go と同じくストレージに合わせて2タイプ発売され 64GB の発売価格は399ドル、128GB の場合は499ドルに設定されている。Quest は q u a コ c o m Snap Dragon 835モバイルチップを搭載している。 スタンドアローンであるためパソコンなどに接続する必要がなくケーブルなどに邪魔されることなく自由に動き回ることができる一方で処理はモバイル向けのスナップドラゴンを利用しているため重い処理は苦手としている従来のスタンドアローンであったオクルス号には位置追跡機能がないためサンデューフであったがクエストには4つの広角カメラが搭載されインサイドアウト形式で 自己位置推定を行えるため、リフトや、その他のヘッドセットと同じ6デュフの計測を実現している。クエストの発売時に利用可能なゲームには、ベイダー・アイモータル、エピソード1、ロボリコール、モース、ビート・サウェール、およびティルト・ブラッシュが含まれていた。オクルス・クエストに2020年9月16日に、オンラインで開催されたレンジ VR、AR イベント、 フェイスブックコネクトで正式に発表され、2020年10月13日に発売された、オクルススタジオのロゴ。オクルススタジオは、オクルスリフトのゲーム開発や、体験露出の向上を目的に、サードパーティースタジオへの資金提供、情報公開、技術的アドバイスを行うオクルスの一部門である。フェイスブックは、ゲームのためにオクルススタジオに5億ドル以上を投資するとしている。 オクルスストーリースタジオは2014年に設立されたオリジナルのアニメーション仮想現実映画スタジオ。このスタジオはオクルスによって開設され、VR における映画制作を開拓すべく、VR に興味のある映画制作者のためにコミュニティを教育、啓発、育成などを行っている。スタジオはピクサーで6年間の金属経験があった。 クリエイティブディレクターの創主カアンスルドが率いていた。オクルスストーリースタジオは2015年のサンダンス映画祭で初めて公開され、2017年に閉鎖されるまで3つの VR フィルムを公開した。ありがとうございます。